今回の青木選手たち、まずは前選手、白井選手、ダブルインタビューの後編をお送りします。今シーズン、たくさんゴールも生まれたんですけど、なんか思い出に残るゴールシーンとかってありますか？ほんまないな。でもエイジのミドルとか、はい、結構印象的ですけどね。印象的ですよね。はい、白井選手のミドルシュート2本ね。2つ。2つ。しかも2試合連続で決めましたからね。あれ続くんですね。あ、続くんですか。あれ続くんですよ、2試合。やっぱ出るときは出るみたいな。そう、しかも同じような軌道でしたもんね。いやもう、とかなんか思い出せるっていうか、記憶に残ってるのはそういうのが多いですね。はいはい、レイジのミドルとか、はい、レイソル戦の得点とか、シン君ね、はい、タクマ君のフリックもそうだし、うんうん、ちなみに前選手も今年5ゴール決めてましたけど、はい、まあ基本的に結構ごっつぁんというかゴール前で押し込む形多かったんで、はい、はい、嬉しいですけどね、うん、得点アウェーの共闘すごくなった。でもあれ、あれはすごかった。センターバックからセンターバックでしたね。そうですね、気づいたら。そう、あれも結構大事な試合だったけど、一人少ない状態で引き分けに持ち込めたって。誰、一人、まあ、それはやめに行かないセンターバックでボール奪ってからね、まあ、繋ぎながら自分で上がってったじゃないですか。あれってもうそこが勝負だと思って上がってったんですか。いや、時間なかったのもありますし、はい、あの後ろからやっぱ上がってたんで、うん、マークつきづらいのもあったと思うんで、はい、思い切って上がりましたね。なるほど、思い切って上がって、はい、ね、で本当にあそこ、あれ狭いところ抜けれるんだなと思って、うん、あれはすごかったですね。でも本当今シーズンすごい、うん、やっててもいいサッカーできてたっていう感触はあったんじゃないですか。チームとして、まあ、一体感は本当にあったと思います、うん、一体感は。でもなんかもっと細かい部分でも、まだ全然上積みできる部分もありましたし、うん、まあ、でも全体としては多分しっかり守備も連動して、多分失点も少なかったですし、うん、はい、そういった意味では良かった、良かったことも多いと思います。そうですね、失点37はね、J2 でも2番目に少ない失点数ですもんね、うん、前選手もどうですか。良かったこと多かったよね、うん、でも毎試合話してて課題あるし、絶対出るし、まあ、2人でもそこも話し合いましたし、うん、なんかいい試合しててもだよね、やっぱどうしても課題の方に目が行って、ね、次こうやろうよ、ああやろうよっていう話にどんどん行ってた感じだと思いますけどね、うん、やっぱりそういうので、やっぱ、ね、勝ってる試合でもやっぱ課題ってのは出るんですね、うんうん、毎回出るよね。出るね。勝っても今日内容良くなかったねってすぐ言う時もあるし、うん、うん、なるほどね。やっぱ失点あると、はい、その映像、全チーム全体の動きと自分の動きがどうだったかまず見ますし、はい、その原因探る、まあ、その試合が勝ってても、うん、そういう風になるんで、あと自分がミスしたプレーとかも、うん、一番覚えてるんで。あー、なるほどね、はい、まあ、ミスない試合ないじゃないですか。はいはいはい、はい、なるとやっぱね、うん、ミスに目いっちゃうよね。ミスに、いいプレーはいいプレーで置いといて、うん、ミスにばっか目いっちゃいます。でそれはもう、そういう時はもう次の試合に向けてまたそれを修正を1週間でやったりとかする感じなんですか、うん、それとももうずっと、まあ、それを課題としてこう取り組んでいく。する直せる分はすぐ直しますし、ああ自分のプレーとかに関しては、まあ、すぐ直せるもんじゃないから結構それを意識して取り組むことしかできないんで、はい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 、チームとしては多分直せると思うんです。ああ、なるほどね。チームとしてのちょっと問題点があれば、うん、そこは、まあ、合わせることはできますね。 あとはこのレベルのところはもうずっとこう取り組んで少しずつこう直していくというか、でもそういうのをやっぱ繰り返しですかね、うん、っていうのがサッカー選手という
そうですね、うん、はい、っていうことですよね。そうやってこうどん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 こうやって成長していくということですね。でも本当今シーズンね、まあ先ほども言ってこう自分自身でもこう成長した時間はあるっていうことですか、2人とも。あります、はい、もう成長はしてると思います、うん、やっぱ時間できた。そうですね、もう間違いなく成長はしてると思います、うん、それをやっぱ今後にこう生かしていくってことですよね、はい、これからね。そうです ね、 ね、ぜひね、これからの2人のね成長をこう見ていきたいなというふうに思いますのでね、ぜひこれからも頑張っていただきたいなと思います。ではあの最後にですね、サポーターの皆さんたくさんね見てると思いますので、一言ずつちょっとメッセージをいただきたいなと思いますんで、まずは今シーズンお疲れ様でしたと、本当たくさんの応援をありがとうございました。思うような結果には届かなかったですけど、また新たな、光というか目指すところが明確になったと思うので、これから水戸のチームがその方向に行けるように自分としてもまた努力したいですし、またこれから来年も、水戸の熱い応援をよろしくお願いします。今シーズン、たくさんの応援があって、プレーオフは逃しましたけど、このような順位にあると思いますし、本当に一緒に戦ってくれたことによって、僕たちもしっかり、プレーできましたし、まだこれが、チームは着実に成長していると思いますし、水戸ホーリオック全体で上に行けるように、これからも、クラブ全体サポーターも含めて、成長していくことが大事だと思うので、これからもよろしくお願いします。続いて富田大輔 CRC スペシャルインタビューボリューム3をお届けします。で今回、はい、CRC、はい、ね、クラブリレーションコーディネーター、はい、これどういう内容なんですか。これ本当みんなに聞かれるんですよ、はい、おめでとうって言われて、で何すんのっていう、はい、でこっちが聞きたいよっていう感じなんですけど、今までない水戸になかった役職を新たに設立してもらって、その中で、チーム横断的に関わりながら、関係性を深めていくっていう、すごくざっくりしたようなものなんですけれども、前例がない分、自分でそういうチームにとって一番有益なことを何かって常に考えながら行動しなきゃいけないと思ってますので、そこを常に考えながら、自分が今のこの状況、元選手だったっていう過去も踏まえて、どういうことがチームにとってもたらせるかってことは常に考えながら行動しているつもりです、はい、なるほど。それはでも現役時代とやっぱり変わらないというか、そうですね、そこに対して常に想像して何を行動するかってことは現役時代と全く変わってないですね、やっぱり選手の気持ちも分かりますし、一緒に今働いているフロントスタッフの方との関係性も、やはり自分自身としてうまくみんながこのフロント組織の中で活躍できるような関係性を自分自身も作っていかなきゃいけないと思いますので、それはすごく今やってて、そこはやりがいがありますし、ただ自分がやっていること自体が数字的な結果として現れるものかどうかっていうのが難しい部分があるので、そこを自分がどれだけこのやってることにやりがいを感じながらできるかってことが大事かなと思いますね。どうですか、実際にやってみて。はい、ちょっとパソコン上手くなりましたね。パソコン上手くなりました。はい、パソコンのちょっと技術上がりましたね。上がりましたか。ありました。それまではそんなに全然できなかったです。全然できなかったですか。できなかったですけど、はい、ったのと、やはりクラブを内側から見てるので、選手の立場じゃなくて内側から見てる部分があるので、やはりこう選手の時に気づかなかったことだとか、こういうことをもっと選手に伝えた方が選手にもクラブに対してもっとこう愛着が湧いてくれるんじゃないかっていうのは感じますね。それをこの立場で、自分が選手とクラブのこう間に立っていろんなものを伝えたりとか、選手はこう思ってるっていうことを、別に悪いことじゃないんですけども、すごい思ってるっていうことをチームにちょっと還元したりだとかっていう部分を、意識的にやってる部分は自分の中ではありますね。なるほどね。やっぱそれは本当に、ね、富田さんだからこそできるというか、
ものかなという感じがしますよね、うん、まあ世界で一つだけの役職ですからね、シガレシってすごいですね、世界で一つだけど、はいね、っていう歌い文句に、はいはい、っていうわけじゃないですけど、はい、すごくやりがいを感じてます。これからこのチームこういう風になっていってほしいとか、なんか思いはあるんでしょうか。もっともっと大きくなって昇格争いだとか、うん、っていう部分だとか、常に上位にいるっていう J2 で言えばっていう部分が普通でなきゃいけないチームになっていかなきゃと思いますし、それが J1 に行って J1 に定着して J1 にずっといるべきチームっていう風にならなきゃいけないと思いますので、それをやっぱチームとして規模を大きくしながら、いろんな選手が魅力的になっ思ってくれるようなクラブに、選手だけでなく周りの人がっていうクラブになっていかなきゃいけないと思いますので、やはりそこを徐々にいろんなこと、まあ、いろんな携わっている方が自分の当事者意識を持ってこのチームのために働いていかなきゃいけないなと思いますので、はい、やはりそこはクラブとしてもっともっと前進していかなきゃいけないと思いますね。地道にですけれども、はいはい、本当にでもこの水戸って、まあね、富田さんが入った2000年から、まあ、今2019年まで、はい、本当に着実にというか少しずつこう大きくなってきたというか、そういうのが、ね、そうありますよね。もういろんな方がその間に携わっていただけて、いろんなことがあったんですけれども、それがあっての今だと思いますので、自分今ここにいる自分たちだけがこれを成し遂げたわけでもないですし、この状況をそういう過去 の積み重ねでしかないと思ってますので、やはりこの先もいろんなものを積み上げていって、その都度携わってくれている方にのそういう、エネルギーだとか、パワーだとかっていうのを注いでいってほしいなと思いますね。最後にね、はい、カメラの前の、はい、まあ、いろんな、ね、方々見てると思いますのでね、はい、まあ、抱負とかそういったところを一言いただけるとありがたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい。いつも水戸ホリオックを応援していただいて本当にありがとうございます。水戸ホリオックというチームは今すごく生まれ変わろうとしているチームの中で、みんながそこに、全勢力を注いで、頑張っています。皆さんにとってこの水戸ホリオックが、誇りになれるようなクラブになるように私たちも、頑張っていきますし、皆さんも、このチームを応援していただけていることがすごく誇りに思っていただければすごくいいなと思ってますので、今後も、ぜひとも続けて応援していただければ、幸いです。よろしくお願いします。はい、今回は富田大輔 CRC にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。